はい、どうも皆さんこんにちは、トゥンです。で、今回はですね、シーズン24も終わったというところで、結果を残されている方の構築記事を一通り読んできました。で、そこでですね、多い伝説として、まあ、ザシアンと、あと、海洋画とイベルタルあたりがちょっと目立ったので、特に海洋画なんて苦手中の苦手、だったので、その辺に強く出るべく、ちょっと今回パーティーを大幅改築いたしまして、もう生き残ったのが、ホウオウとバンギだけ、本当に。じゃあちょっとね、新しいパーティーの紹介の方させていただこうかなと思います。まずは方を、この子は変えてないですね。技構成から何から全く一緒。で、このバンギラス、お盆の実をちょっと他の子に明け渡して、突撃直球を持たせました。で、それに伴って、ステルスロックをバカ力に変えた次第ですね。はい、そして次この子。水ロトムですね。水ロトムはまあ、海洋が特に意識したのと、あとグラードあたりもね、ちょっと。で、技構成が放電ボルトチェンジ、ハイドロポンプ、鬼微動。で、この子にお盆の実を持たせてます。で、振り方は CS の C 特化ですね。さあ次。カブコゲコ。この子はね、こだわりスカーフ持たせてまして、海洋が、もう海洋がばっかりだけどね、海洋がより早く動けるところに強みを持ってます。で、CS の C 特化になってます。10万ボルト、マジカルシャイン、トンボ返り、草結びと。トンボ返りボルトチェンジにしてもよかったんだけれども、地面タイプに透かされたりとかするのが怖いなっていうので、で、草結びはまあ、水地面に対する、草の打点が一個欲しいなと思ったので、この子に持たせて、マジカルシャインは今、多い、ウラオス系統なんかに、フェアリー入ってるんでね、強く出ていけるかなと思ったので、採用しまして、という形ですね。次。はい、鉄かぐや。食べ残しで HB の物流系だね、完全に。もうよくある方だと思うんですけれども、地震ヘビボンヤドリギ、守る。ランドロス意識の、ポリゴン2を抜いたことによって、ちょっとやっぱ、重くなったなって思ったので、やっぱりこう、鉄かぐや、なんていうのは本当に有名なランドロス受けかなっていうところでちょっと採用させていただきました。鉄かぐや使うの初めてなんですけれども、ちょっと頑張って使っていこうかなと、思ってます。ヘビーボンバーのところはね、アイアンヘッドにして、ダイマックスの相手にも打っていけるようにしたら強いかなと思ったんですけれども、まあちょっと、まあいかんせんね、技マシンが足りないので、妥協です。はい、次。なんと、ランドロス。みんなびっくり、ランドロスですよ。これね、やっぱね、使われて強いやつは、使っても強いんじゃないかっていう、判断のもと、ちょっと今回採用しました。ラムの実も出して、エース、素早さ特化の、自信はなだれ、空を飛ぶ、剣のワイト、もう、ザ・テンプレっていう方のランドロス、今回使っていこうかなと思います。さあ、こんな感じのパーティーでちょっとじゃあランクマの方も潜っていきたいと思います。それでは、どうぞ。さて、対戦で見つかりました。クロバド軸か。まあ、バンギは入れたいかな。サンダーにも強いし、アーゴヨンにも強いかな。うん、これはバンギラス入れたいね。入れたくて、初手は、まあ、ラグラージュを警戒するならカプコケコとか。カプコケコありなんじゃないか？うん、スカーフじゃなければバドレックスの上も取れてるし。うん、いいね。で、バンギラスはもちろん入れる。で、ホウオウとかでいいかな。うん、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 うん。ポリゴン2だなぁ。ポリゴン2だぁ。ポリゴン2だなぁ。まあ、行くしかないでしょう。はい、お願いします。プルシアさん、対戦よろしくお願いします。さて、なんかスポーティー女子って感じでね、いいんじゃないか。あ、全然違った、めっちゃパンクロックだった。はい、ラグラージュ。で、まあ草結びを売っていっていいのかしらっていうところはもう一回裏と相談してって感じかな。で、今回は安易にダイマックスを切らないようにしよう。うん、安易にダイマックス切るとポリゴン2が突破、最悪突破する手段としては、バンギラスをダイマックスさせてダイナックルを打っていく。で、なおかつ、バドレックスに透かされないようにっていうのが結構、肝になってくるので、そこをちょっとしっかりと意識していく、立ち回りで、初手はね、いいんじゃないかな、これ、草結びで。草結んでいきたいもん、草結んでいこう。相手も多分、ステルスロックは巻きたいんじゃないかな。OK。まあ、あくびは通じないので、これで OK! よし、いいね。あ、急所か。急所、これは、有効ですかね。完全に有効急所で、ラグラージュを倒して、次、バドレックスですね。バドレックス。まあ、どうだろう。まあ、一回、バンギ引きでいいんじゃない？違う。まあまあ、バンギ引きでいいでしょう。ほぼ引きでもいいぐらい。まあ、バンギでしょう。
ここで大フェアリーとかはちょっとしんどいかなっていうところかな。さあ砂起こしていくんだけど、さすがに宿り木の種は聞いとらせんで、どうだろうな。そういうタイプか。食べ残し、宿り木で回収されちゃう、やだな。まあ噛み砕いていこうかな。なんかあんまアタッカー型じゃない身代わる。これってどうなんだろう、受け切られるのかな。ちょっと一回素直に行ってみようか。でこの方がバンギラスとかでも打ち勝てるような方なのであるかどうかをちょっと判断するためにも、まずはちょっとここ素直に行きたいと思います。襲うけど、食べ残と身代わりでだいぶ回復されるもんね。なるほどな。ロックブラスト打ってみよっか。えい、これ身代わりだよね。ロックブラストで本体まで貫通していけるんだったらこれだいぶ強いんだけど、まずは当てること。 OK、 偉い。で何発で壊れるかな。2発とかで壊れてほしい。これでどう。ああ OKOKOK で3発いこう。あ、これならロックブラストでいいかな。ああ全然いいじゃん。あ、だいぶ当てる、だいぶ当てる。4発当てだね。これで相手居座りが賢明な判断とはいかなくなってきたんじゃないか。一応まだ身代わり貼れる HP は残ってるかな。めっちゃ回復するわ。まあ裏考えてもロックブラストでいいかな。ロックブラスト打っていこう。あ、身代わり使うんだ。もう突破されてもいいよっていう判断かな。ロックブラスト当ててしっかり OK。 まあ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 、3発以上当ててくれたら突破かな。急所ここじゃないな、ここじゃないな。1発目か3発目だったな。うわー、2回か。くー、厳しいね。でもさすがにこれでもう身代わりは晴れないんじゃなくて、どう、晴れそう、晴れそうな感じするね。いかんせん番機 HP 多いからな、ギュンギュン吸われていくわ。ちょっとワンチャン腫れちゃう可能性あるね。まあまあ噛み砕くでいいでしょ。腫れちゃうもんね。ロックブラストでよかったね。じゃあ HP に振らずにいいかな。てかさ、皆さんどういう構築使ったんですかね。結構多いのは、まあ、ザシアンだったんだけども、もちろん。ザシアン、あんまなんか最終的に当たらなかったんだよね、自分は。そう、だから、あ、案外いないじゃんとか思ってたんだけど、やっぱ、多いは多いよね、やっぱ。アストラルビット。まあ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 。やっぱ、バドレックスには負けないね、バンギは。なんか、こういう方じゃなくて、なんかドレインキスとか持ってる方だとちょっとワンチャンかなーとか思ったんだけど、なかなかそうはいかないか。で、エースバーンか。なら、まあ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 、ロックブラストとかで切っていいでしょ。ビルドアップ型？もうちょっと訳が変わってきて、ビルドアップ型か。今一つだもんね。おっと、マジか。あ、これで落ちるか。まだ落ちないか。うわー、しんどいな。でも逆にここでビルドアップできるかな。だったらもう自信、自信打つか。で、ビルドアップしてきたらバカ力のが通るのか。バカ力にしようか、じゃあ。せっかくだし。ビルドアップしてくるね。マジか。え、大丈夫かな？ちょっと不安になってきた。で、バカ力。案外入らんやん。あれ？これちょっと、エースバーン、そう、こういう方もいるんだね。へぇー。まあ、なら、
コケコから行こっかな。これマジカル社員で倒せるよね、多分。格闘タイプになってるし、こっちの方が早いのは早いと思うので、まあ、ここでマジカル社員で、あ、そうだね、マジカル社員大丈夫だわ。特殊だし、えい。ダイマックス切られて、倒せなくて、一撃で倒されて、まあ、ただ、本をダイマックスさせたら、よっぽどどんな攻撃でも耐えると思うんだけど、ダイナックルはさすがにしてこないと思うから。おう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 。ナチュラルエースバーンや。こっちの方がかっこいいよね、なんか。あの、巨大エースバーン、なんかエースバーン自体が大きくなってる感じがないのがちょっとあんまり好きじゃないポイント。うわぁ、耐えるんだね、やっぱり。アタック。はい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 。アタックはまあまあ2段階上がってるからね、さすがに耐えなくて。で、じゃあ最後、命の弾か。命の弾。なるほど。まあ、ダイマックスすれば一発は何でも耐えてくれるんじゃないかと思います。ダイジェットでいきましょうか。ダイアタックやね。ダイアタックかな。でも、心しっかりと、偉いね。さすがの耐久力。伝説を舐めたらいかんぜ。で、これをしっかり削り切って、勝ちと。よいしょ。オッケー。いやー、ちょっとハラハラはしたけれども、よかったよかった。はい、プルシアさん対戦ありがとうございました。いいね、次行ってみよう。さあ、対戦相手が見つかりました。ネクロズマ構築ですね。エースバーン、カブレヒレ、ネクロズマ、ポリゴン2、ガブリアス、サンダーと。はい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 。ちょっとコケコ入れときたいな、さらっと。さらっとさらっと入れておきたくて、初手出しかと言われれば、ま、でも、本王は入れたくて、サンダーのために万儀を入れるんだったら、初手じゃなくても大丈夫。てか、鉄火具屋もいいんじゃないこれ、そういえばだけど。ネクロズマって鉄火具屋結構強かった気がするので、鉄火具屋行こうか。鉄火具屋から、いや、鳳凰、鉄火具屋、バンギラス。これで行こうか。まあ、エースバーン、なんとかならんかな。最悪、エースバーンは鳳凰ダイマックスでなんとかなるかも。さて、米崎さん、対戦よろしくお願いします。だいぶ黒で統一された方やったけど、もういいね。サンダーね、サンダーね。これはもうバンギラス引きが。安定かな。ボルトチェンジ持ってるときついんだけど、どうかな。考えてるね。考えてるのは何だろうな。さあ、そしてお相手はダイマックスとか切ってくれるとこっちとしてはありがたいかな。暴風と、はいはいはい。これはいいね。これはいい。これはよくて、居座る可能性ゼロと考えていいのであれば、後ろに通る技を打っていきたいかな。まあ、自信とかでいいかな。そこまで、なんか、馬ぶったプレイしなくてもいい、まだ。いや、まあ、6プラスでいこうか。ああ、こういうこともあるしね。はい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 。はいはいはい。ああ、これ HB だな。硬いわ。倒せないかな。もう一発。オッケー、ラストいけんか。頑張れん。頑張れない。頑張れない。まあまあまあ。よう頑張った、よう頑張った。まあこれは、ロックブラストでいいかな。跳ね休め。ああ、自信すればよかったな。これもう一回、跳ね休めしてこないかな。オッケー、当たる。二回か。いや、これもう一回晴れ休めしたくない？したいよね。それを咎める自信で。いや、さすがに読まれるか、ここは。いや、読まれたとて。だけどね。あ、オッケー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 。じゃあまあ、サンダー無償突破かな。突破はできないか。まあ、こっからは自信を連打しときゃ、一応いいかな。
電磁波入れられても困ることはそこまでないし、お相手的にはまあでも倒せないのもあれだし、噛み砕いとくか。電磁波ちょっとこれ相手かわいそうだな。いやでもこういう時って静電気が発動するんだって。そうこういう時はね静電気が発動するんだから、相手もねなかなか、あごつめごつめ、うん、はいはいはい、いやー心くぐらすだったら無償突破だったけれどもっていうところか。まあ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 、まあ、だいぶいい突破してくれたからね。さあネクロズマ来たね。ネクロズマ来ちゃったんだけど、まあ何してくるかわかんないけど、とりあえず鉄火具屋に引くかな。鉄火具屋引いて、で宿り木入れたいかな。うん、竜の場合してくるよね。さすがに1枚ぐらいじゃというところで、まあ宿り木をしっかりとここは入れていきたいな。メテオドライブ今一つでも押してきたか。だからそこまで食らわないんじゃないか。言うほど食らわないと。あ、全然だ。すごいね、マジで。で、宿り木の種を当てていく。偉い。で、ここなんだけど、さあ、相手、リュウマイ連打とかしてくるのに関しては、どうしよっかなって思ってて、ちょっと相手の裏もう一回見て考えよっか。ワンチャン、鉄火具屋、ここでダイマックスも、ちょっと視野に入れながらね。ないかな。まあ、ここは弱点保険を考えると自信は押せないな。相手食べ残しでもなかったしね。なかったかな。食べ残しの回復は先に発動するっけ。あ、どっちだっけ。いや、何にせよまあヘビーボンバーでいいんじゃない。竜の前いい。まあどうだろうな。ヘビーボンバーでどれくらい食らうか。まあそうだね。で、相手が食べ残しじゃないな、これ。弱点保険だな。弱点保険か。朝の日差しでも受けられるんだよね。そこがちょっとネックな点ではあるけども、どうしよっかな。ほぼほぼ行くかな。いや、この選択はね、マジで分かんない。本当に。ここの方をどうだろうな。竜の舞だよね。で、ここダイマックスじゃん。いや、やばいかな。ここのダイマックスやばいかな。相手が今、3段階上昇でしょ。聖なる炎で焼くのにかける。でも、それで、焼かなかった場合、もう目も当てられないんだけど。目も当てられないけど、行く？てか、そもそも上からぶん殴られてって感じ？まあ、ここ、もう一回鉄火具屋。ここ鉄火具屋行くか。何してんだろうな。わかんないわ。え、ちょっとここ、なんか、いい手あります？皆さん。わかんないんだけど。朝の日差しとかしてくるもんね、君。本当にそういうことするもんな、ネクロズマっていうのは。いや、まずいな。あの、どの道竜の舞連打されるんだったらもう、自信押すか。うん、発動させ、もう。発動させてけ。竜の、待っていいし、これでもう最大でしょ。最大まで上げてけ。いいぞ。だったら、やけど狙った方が全然良かったけどね。まあまあ、そんなこと今言ってもしゃあないわ。あ、全然入らんわ。はい、弱点保険どうぞ。あげます。もう、これで最大です。もう、これで、竜の舞は詰まないでしょ。で、こっからはもう、鉄火具屋との耐久勝負よ。だったらさ、もう鉄火具屋でダイマックス切るしかないよね。いや、そうだな。ここダイスチルしていくしかないな。あれ？向こうダイマックスしないの？なんで？怖い。なんで？するじゃん、普通。で、お互い切れて、あとは粘る。で考えてたんだけど、朝の日差しだいぶ余裕だね。これ防御力を上げていきたいんだけど、
さあ相手どうでしょうか。これ一回変えてくるとか考えるかな。でもわりかし誰来てももう鉄かぐやの役割対象な感じするけどな。はい、お相手も後からダイマックス、ダイウォールかな。いやダイウォールだよね。やっぱりさっきの一発目のやつから あれの3倍来るって感じ。4倍。いや厳しいかな。でもこっちも防御力2段階上げてるから、これで2段階上がるから、ダイスチールで防御上がる。まあ相手の防御関係ない、もう宿り気で持ってくから。うーわこれちょっと厳しいな。どうだろうか。でこっから1段階上がる。まあビビたらダメージなんだけれども、ここで防御1段階上がる。これでどれだけ持ちこたえれるか。あと食べ残して宿り気で、あと守ると、これでどんだけ嫌がらせできるかだな。ここは守るで様子見て、で相手ちっちゃくなってからだよね。メテオドライブ PP もそんなにないんじゃない、確かメテオドライブって。こんな感じ。いやこれ受け切れるかも。で回復宿り着で、もう結構回復するから、やっぱ相手も HP に結構振ってるからね、結構回復してくれるよ。でまあここ自信でいいかな。まあ守るにかけるのは降参 OK。 よし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 、米崎さん対戦ありがとうございました。いやーこれ嬉しい。はい、というわけでね、新しいパーティーの方さらっと使ってみたんですけれども、4勝2敗でした。使い勝手は前のパーティーはいいですね。ただやっぱりちょっと使い慣れてないところがすごかったので、もうちょっと使い込んでみて、工夫の方を凝らしていこうかなと思いました。であと最後の試合ダメージ計算乗せておくんですけども、まあてっかぐや硬い。弱骨黒妻にね臆せず戦っていけるのはありがたいですね。いやーよく頑張った。ちょっとおもちゃで遊ぼうかな。どうやって攻撃してくれるんやろうか。ああもう死んじゃうねそんなことしたら。ということでね、今回も、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。